ドキツカゼ、磯風型駆逐艦。ドキツカゼ、ドキツカゼは日本海軍の駆逐艦。磯風型駆逐艦の4番艦である。同盟艦にカゲロウ型駆逐艦のドキツカゼがあるため、こちらはドキツカゼ初代やドキツカゼ1などと表記される。1935年4月1日、除籍。除籍後は海軍兵学校の練習船として使用され、第二次大戦後に解体された。性能所言。